前科 3, 3番、893番、ちょいき太郎です。 本日のお話はなんとまたサッカー日本代表選手、まあ、あえて名前は言わないでおきましょう、まだはっきりわからないっていうか、ちょっとこの事件は普通じゃないんですよね。女性に性的暴行したとして、警視庁の本藤署っていうのかな、本藤署っていうのかな、17日まで不同意性交容疑でサッカー日本代表ミッドフィルダーの23歳の選手を、知人の20代の男2人を逮捕した、逮捕だよ。逮捕ですからね これ容疑とかじゃないですよ、その警察署の取材で分かったのは、まあ、認否を明らかにしたいって、まあ、これはいつものことなんですけど、逮捕容疑は14日の午前4時、朝方ですね、東京・文京区のホテルで30代の女性に性的暴行を加えた疑い。この容疑者らら選手らは ホテルに入る直前女性と食事をしていた女性が事件直後に百頭板して駆けつけた警察官がホテル近くの路上にいた容疑者らを身柄を確保同日よりに逮捕したよくあるのは今までこの性被害性加害の男女関係の話をした時に警察に行けばいいじゃないかって言って本当に警察に電話しちゃうんですねだからおそらく食事をして仲良くしていたんだろうけども女性側からしたら自分の意に沿わないような 形でそういういことになったまあ男2人っていうのはそもそもおかしいですもんね普通私はそういう感覚がないので女性を複数の男でそういうことを誘うっていうそう,そういうあれがないもんですからでも普通で考えたらおかしいですよねそんなのなんかいやそういうことは全く否定する気持ちもないですけど普通はないじゃないですか。にに沿わななないいい不快な非常に嫌な思いをしたんでそそれがそういう 終わってからといいう言い方は失礼になっちゃうんだよそういう犯行が終わったあとにもうその場で110番したんでしょうねでまだそこにいるってだからその時点では多分その選手らはえなんでって思ったんだけどそこで嫌だとかどうこうとは言えないわけですよだここのところはまだわからないですわからないですけどこの事件が解明されるとこのこういうことのね行為とこういうことが分かったらね啓蒙にもなるしまあただサッカーの選手ってことで触りにくいなと思ったんですけどまああるね日本代表 選手のことっていうのはこれって皆さんどうなったと思いますはっきり言うともう双方が 告訴していて受理されずっていうことで、ええみたいな形になってるんですよ、これ。詳しいことはまた別にしますけど、っていうのは、そうなると、触れない方がいいな。私も最初この一報があった時に、なんだよ、どういうことだって言って、いや、これ、なんか違う話になっちゃったんですね。日本代表選手もこの試合がある時にどうこうどうこうなって、サッカーのファンの人たちと、その成果外のことを嫌悪する人たちと戦いみたいになって、私もどっちがどうとかじゃ。 でもなんか内容が違ってきたぞっていうのに気がついて私もトーンは下がったんですね。で結果はっきりわからない状態そんな中でそんな中でもそれがいいとか悪いとかじゃなくて選手たち気をつけなさいよとそういうことがなくてもそうじゃなくてもこういうことになっちゃうんだよっていう中でね日本代表選手若い選手23歳のそういう人がこういう事件を起こすととなるとその。 一流スポーツ選手になる前に人としてどうなんだとこの女性に対しての考え方だとかそういう接触の仕方だとかっていうのはどうなんだと日本代表になるぐらいだからそれぐらい学んでるんじゃないのって勝手にこっちは思うんだけどどうやらお学びになっていないです。 みたいですねだからもうこれからは一定数そうなるならそういうことも学ばなきゃいけないのかなと学ばせなきゃいけないのかなと月のね1時間でも割いてそういうことをやっていかなきゃいけないような時代になってくるのかなともうこれは被害を受けただろう女性の被害回復ってもう かかり知れないですよいやいやいや、お金をと。私のところに相談に来てる女性の人たちは、40、50、60になってもそのことは忘れられませんと。もう、そういうことを隠して、結婚して、出産までしてもう忘れられませんとか。まだそこ、そこもいいと言いませんけど、そのことを引きずって、恋愛もできません。うん、ずっと一人でもう、その接触するのも嫌です。という人たちがたくさんいるんです。でも、やった側の方は、そんなこと気にしてないですよね。やった側の の人間がノーノーと結婚して例えばインスタとかフェイスブックで奥さん子供を連れて 幸せそうな写真を見ると、許しません。許せない気持ちが、私がおかしいんでしょうか許すべきなんでしょうかっていう話を聞くんですよ。そういう風だから私はどちらかといったら、男性のやった側の反省の弁なんか一言も聞くことはないので、過去にそういうことをしました。でも私は今あのことを悔いておりますなんて一個もないですよ。でも、私はそういう被害を受けました。辛かったですっていうのも山のように来るわけですよ。なので、それをあの動画のところに小出しにして代弁してるんだけど、それでは解決にならないですね。今回みたいな このの番で逮捕っていうのはよよくありましたよねだったらその時に警察に行って110番すればいいじゃないかって男の人で後から言うんじゃない何年も経ってからっていう人たちにこういうふうになりましたまあそれは良かったでしょだからされる女の人たちもそこもう今はこうやって警察がすぐに動いてすぐ逮捕ってねすごいですねやっぱり警視庁。 うん、その、田舎だとね、まだそういうことが分かってないこともあるのかもしれないけども、まあそういうことが順に広がってきます、これが。いや、こうだったらいいんですよ。逮捕した後に違ってたら仕方がないですよ、そんなの。もうこうなったら。そんないかがわしい。朝の4時ぐらいに男2人で、そんなホテルに、そんなのおかしいでしょって思うんだけど、これは擁護できるんでしょうか、これに対して。いや、違うんですよ。サッカー日本代表の選手だから擁護するとかじ、ね、ゃ、人として見たときに、こういったことが今の、 事件の中でこうやって見れば、私はどう見ても、加害、逮捕された人に擁護するところはまあないだろうな。ここでもう言って、じゃあそんなとこついてく方の女性が悪いなんて、その言い方をしちゃってもう何にもならないですよ。だったら外出るなと。えー、肌も見せるな、えー。動くんじゃないと。本当に逆に言ったら、イスラムのような考え方で、もう目だけで覆いかぶさるような服であるけど、どこも出るんじゃないっていう話になっていっちゃうわけですよ。極論すると いいいやそそれは違うううううでしょっっってて話話だけどそういう話になってっちゃうけどじゃあどうすればいいんですかっていうのは信頼関係じゃないですか結局そうなってくるとそんなところに行く方がでもね逆に言ったらそういう立派な選手で日本代表だっていうことであってそんなことはないだろうというふうに信用していたのかもしれませんしねここは女性をね責めるところはないと思うんですがまあ報道だけなんでこれがねどういうふうに広がっていってどういう問題になっていくのかいろんなこの性被害加害の問題がねいろいろ出て おりますけど裁判になったりやれ何になったりっていうことがありますけど今回のことをねどうなっていくかっていうのが注視したいと思います以上ですはい皆さん最近チャンネル登録高評価言ってなかったんですけどやっぱり言わないと伸びないですね本当にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そうそうう実は漫画極童楽園 国土パラダイス第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。URL 貼っときますんで、あの、電子版なんです。本屋さんに行かなくてもいいですよ。タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。これは紙の本です。裏社会から人生を守る教科書。こういうことこれを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、本当にいい本です。ちょっと無理がある。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。